この配信はラジオブケルベロスファイナルファンタジー7のプレイ配信となっております。今回が第2回目ですね。すいませんね、本当だったら昨日同じぐらいの時間から配信予定だったんですけど、ちょっと体調崩してしまってですね、まあ1日遅れて今日がパート2配信ということになりましたので、前回はまあ、ゲームの一番最初から始めて第1章第2章をクリアして第3章始まったっていうところで、まあ、終わったんでしたね。なので今回の配信は3章の最初から、まあ、続きをやっていきます。中間セーブデータから、続きをやっていきましょう。大丈夫ですかね。今回でとりあえず3章だけでもクリアはしておきたいんですけど、装備品とかはだいたいこんな感じですね。グリフォンの代わりにちょっとケルベロスつけときましょう。まあ、ハンドガンタイプですね。あとはマテリアファイヤー系でスコープはオート。こんな感じでやっていきます。ねえ。とりあえず今、エッジの街に来てるんでしたね。最初はリーブさんと一緒にこの街を目指してたんですけど、途中で敵に襲われて、ヴィンセントだけ先にこの街に来て、まあ、WRO ですね、世界再生機構の皆さんの手助けをするっていう流れでした。で、街には誰もいないんですよね。一応この前回の終わり頃ですね、イベントシーンでシャルアさんっていう、まあ、素敵な女性がいましたけど、その人もどっか行っちゃいましたし、もう今ヴィンセントただ一人です。犬がいる。油断してるといきなりこんな感じで襲われますからね。近くも多いので、一応犬が近くにいたらなんていうか鳴き声がするんで、まあ、近くにいるんだなっていうのはわかるんですけど、とっさに反応できないとさっきみたいにいきなり噛まれたりしますね。この先はカードキーがないと通れない。どうやって行くんでしたっけね。もう全然覚えていないので結構迷ったりすることもあるかと思います。アイテムが落ちてる。犬もいる。こういう狭いところで襲われると怖いですね。大丈夫か。あ、ちなみにですね、前回の配信よりもですね、今回の配信は1段階だけ音を上げてます。なんでキャラクターの声とか音楽とかゲームの部分は聞こえやすくなってると思うんですけど、どうですかね。もうちょっとなんというかゲーム側の音量を上げてほしいっていうのであれば上げますけど、あまりゲームの音声上げすぎると逆に私が何喋ってるかも分かりにくくなっちゃいますんで、バランスがね難しいんですよね。こっちに魔法ポイントがある。 MP 欲しいですね。あ、人が倒れていらっしゃる。生き残りの隊員さんですね。生き残りの隊員さんもやられちゃいましたね。赤いソルジャーっていうのは前回の配信に出てた、なんていうか赤のロッソって名乗ってたおばさんですね。あの人にやられたと。とりあえず目的地は分かりましたね。このエッジの街の外れにある倉庫に向かえばいいようです。あ、どうもこんばんは。お早いコメントありがとうございます。この隊員さんがカードキー持ってるので、まあ、さっき見かけたあのバリケードの先まで行けるようになったわけですね。犬が喧嘩している。喧嘩は良くない。両成敗してやる。ポーション手持ちがいっぱいなんですよね。あんまり使いすぎるとなんていうか評価が悪くなっちゃうんで使いたくないんですけど、まあいいや。もうちょっとポーション持ち歩けるとプレイしやすかったんですけどね。ヴィンセントはポーション4個までしか持ち歩けません。
一応セットしてすぐ使えるようにだけしておきましょうか。んで、さっきのバリケードはどの辺にあったんでしたっけね。また犬がいるし。どこから犬が飛び出してくるか分かりませんね。犬って結構動きが早いんで、銃で狙い撃つのも難しいんですよね。格闘攻撃も当たりにくいですし。バリケードはここが結構入り組んでる街なんで迷いやすいんですよね。今回なんというか迷子になることも多いかもしれません。この中に入れる。お邪魔します。誰もいませんよね。ポーションもうちょっと本当持ち歩けるようになってほしいんですけど。ラブレス、お芝居のポスターですね。ヒドラ、フレームパーツヒドラ、新しい銃ゲットしました。遠距離の敵に命中しやすくなるライフルタイプの武器になる、まあ、狙撃とかに使えるんですね。わかりやすくスナイプスコープもセットで置いてあります。これでまあ狙撃ができるようになりました。ちょっと試しにつけてみましょうか。まあ、ここで手に入るってことはこの先、まあ、そういう狙撃が必要な場面っていうのが出てくるわけなんですけど、ヒドラになんかライフルスコープをセットするとこんな感じでもう遠くまで狙えるようになります。狙撃ってあんまり得意じゃないんですけどね。何も考えずに撃ちまくる方が自分の性に合ってるというか。弾を拾って外に出ますけれども、犬がいる。これはちょっと普通の武器の方がいいですね。ケルベロスとかやっときましょう。おいで、やられにおいで。敵を撃った時のクリティカルの発生条件っていうのが未だにちょっと私よくわからないんですよね。おそらくなんていうか攻撃する直前に銃弾を当てればクリティカル扱いってなると思うんですけど、分かりにくいんですよね。全体的に犬とかは動きが大きいからまだ分かりやすいのかもしれないですけど、これで一通り片付きましたがね。広い場所に出てきましたけど、広い場所に出ると大体なんというか面倒くさい敵が出てきますよね。やっぱりそういう展開になりました。ここから、まあ、ライフルを持った狙撃兵が出てくるんですね。スナイパー対決になります。その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやるぜっていうか、ヴィンセントも普通に気がついてますけどね。狙撃する意味があるのか。街に潜むスナイパーを排除しろ。まあ、ここでさっき拾ったヒドラが役に立つんですね。スコープもちょっと遠距離仕様に変えましょう。ロングバレルで。これでもうかなり遠くの敵まで撃てるようになったはずです。よいしょ。ライフルフレームにショートバレルという、そう、変態改造もできますね。魔改造ってほどでもないですけど、まあなんというか、その組み合わせって本当に意味あるのみたいな、そういう改造もできちゃいます。エンド・オブ・エタニティのあの改造がおかしすぎただけですね。さっき狙撃兵一人倒しましたけど、他にですね、この、なんだろう、広場に、あと、6、7人ぐらいスナイパーが隠れてます。もう早速撃たれてますよね。どこから銃弾が飛んでくるか、ちゃんと見つけることができれば、わかりやすいんですけど、なかなかね見つかりませんよね。
スナイパー無視して話を進めるってこともできるっちゃできるんですけど、まあ、一応ミッションとしてスナイパー倒せっていう風に言われてますので、ある程度倒しとくと、なんだろう、ステージクリア後の評価が良くなりますね。どっから撃ってるのかいまいち分かんないんだよ。そこか、見つけた。ライフルやっぱり一発の威力は高いんですよね。高いんですけど、こういう狙い撃ちが本当に苦手なもので。そこか、気がついたらめちゃくちゃ撃たれて、ヴィンセントもやばいことになってますね。やっぱりなんというか、いい評価でクリアするっていうのは自分には無理な気がする。銃声がやみましたかね。あれ、小さい子がいましたけど、男の子が走ってきましたね。今見えましたかね。ちょっと遠くにいたので見えづらかったかもしれないけど、まだいいの。そこか、動きながらじゃないと、立ち止まってたらまず的にされます。全部倒したかな。まだちょっと銃声が2人ぐらいいるの。いるんだ。ねえ、もう1人、あの辺から撃たれたように見えたけど、反対側か。ね、やっとおとなしくなりましたかね。だいたいスナイパー片付いたと思うので、さっきの男の子追っかけましょう。あら、建物の中に入ってった。怖い人じゃないよ。センギル、男の子はどこ行ったのか。こっちには入れない。この先にじゃあ、うお、びっくりした。いたんだ、2人いた。全然気づかなかったですね。びっくりした。壁はめしてやろう。ヴィンセントが画面端、まだ入る。倒した。びっくりしますね。なんていうか、いきなり現れると。まだいそうな気がするんで、狭い場所ならやっぱりケルベロスとか、あとグリフォンとか、そういうのがいいですね。ライフルを部屋の中で振り回すのはあんまり良くないというか。お店でちょっと買い物しときましょうか。チューニング、ヒドラさっき拾ったので改造しましょうか。負けなしのお金が。まあでも銃改造していかないとこの先結構苦戦しますからね。体力回復薬ちょっと使っときましょう。これセットしとけばいいかな。男の子いないと思ったらそこに隠れてたんですね。男の子危ない。やめろ、手を出すんじゃない。大丈夫、大人が。ちょっとこれはケルベロスに変えた方がいいですね。高校の子はどこ行った？あっちにいるか。狙われている。めっちゃ撃たれてる。倒したかな今度こそ。もう大丈夫だよ。助け出せたみたいですね。本当なんていうか、今日だいぶ操作がグダグダになるかと思いますけど、ご了承ください。ありがとう。倉庫行くなら道知ってる。
この先が倉庫。カードキーは？ならこっち。持ってるやつ知ってる。ついてきて。かなり詳しいですよね。なんでドイツがカードキー持ってるかとか、どこにいるかとか、わかるんでしょうか。それはさておき、ちょっと忘れ物がありました。確か、この辺かな？この広場中央の、なんていうか、モニュメントの上に、カプセルがあったと記憶してるんですが、どこだったっけな。このスコープで見ないと、なんていうか見つけづらい場所にあったような、そんな記憶はあるんですけど。見つからない？反対側？それっぽいものがないんで、まあいいや、ちょっとこれ以上時間かけるわけにもいきません。とりあえず男の子が言ってたバリケードを開けるためのカードキーですね、持ってる敵兵っていうのを始末しに行きましょう。彼はどこへ行ったんだ。あ、いたいた、待っててくれたんですね。ごめんね、雨降ってるのに。何をするだ。おいおい、お持ち帰りされている。やめろ。誤射しなくて本当に良かった。あ、どうもこんばんは。体調は80% ぐらいですかね。昨日はちょっとひどかった感じですけど、今はまあこうして配信するぐらいの元気はあります。こっちに千ギル、お金ありますね。お金本当大事ですからね。改造費用が少しでも多く欲しい。連れてってくれ。この辺とかにもアイテムが隠れないのか。つい探したくなりますよね、こういうのって。ちょっとごめんなさい。あ、あったあった、カプセルここにあったんですね。届くかな。でも届かない。ちょっといちいちこういう狙撃とか したいときにわざわざこんな感じでメニューを開いて武器を持ち替えないといけないのがちょっと面倒ではありますけど。 OK、 お待たせ。子供より金。大丈夫です、この子は強い子ですから簡単にはやられません。回転移動する変態が。確かこの橋の上からとかでもカプセルが見えたような、違う橋だったかな。もうなんていうか記憶がガバガバだ。よいしょ。ごめんね、カプセルマニアのお兄さんで、すいません。こっちに降りることができるんですね。こう進んでいくとマテリアフローター拾えます。マテリアフローターっていうのは何だろう、スコープとかを取り付ける場所に、なんていうか、くっつけられるパーツなんですけど、まあ何だろう、マテリアの威力を1段階引き上げるっていう効果があるんですね。なんで、ファイヤーマテリアセットしてる上でマテリアフローターセットすれば、ファイラーが撃てるようになります。ここにもカプセルありますね。ん？また犬に襲われてる。ちょっと待て、違う、俺が狙いたいのはそっちじゃない。ちょっと待て、どこ行くんだよ、こう。ちょっと、置いてかないで。どこまで行くんだよ、こいつは。しかも飛び降りられない。
ちょっと待ってくれ。こっからも降りられないのか。なんで見えない壁がこんなところで仕事をするんだ。すぐ反応しないとあっという間に連れてかれちゃいますね。バリケードのあったあたりまで男の子連れてかれましたけど大丈夫かい。エッジの鍵とは。ちょっと待ってくださいね。あんな遠くまで連れてかれたの初めてで、自分もこの先どういう展開になるかよくわかりません。エッジで出会った少年が持ってきた鍵、これもしかしてあれか。少年はもう助けることができないとかそういう流れなのか。マジか。ちょっと後味が悪いな。ごめんなさい、ちょっとリスタートさせてください。前回がなんというか初回プレイだったのに、初回プレイというか一番最初の配信だったのに、まあ街の人はどんどんやられちゃうし、隊員さんもまともに助けられないしで、ひどい内容になったので、また連れてかれてる。急いで倒さないと本当に届かないところまで行っちゃいますね。どの辺で男の子がさらわれるかっていうのも覚えとかないと、さっきみたいなことになっちゃいますね。うん、行こう。今度は死なせない。ここはもう一回撃たないといけないのかな。ちょっとごめんなさい。なくなってる？もう回収したことになってるんですかね。じゃあいいや。この先の橋を渡ったぐらいのところでお持ち帰りされたんでしたね。マテリアフローターもう一回拾わないとダメか。ささっと拾いましょう。魔法メインで戦うならマテリアフローターないとだいぶ火力が落ちますからね。この辺で襲われてたはず、うん、ちょっと準備しておきましょう。やらせんぞお前か。クソ、ね、ありがとう。どういたしまして、うん、ちゃんと助けられてよかったです。ちょっと目を離せませんね、これ。大丈夫か。狙われてる。ちょっと隠れて隠れて。ここもヒドランしないとダメか。するんじゃないこいつは。今どう見ても頭に当たってたでしょ。ヘッドショットしたのになんで貫通してんの。当たり判定がよくわからん。まあいいや、無事だったみたいですね。まだスナイパーいますかね。犬やらせんぞやらせんぞ。ちょっと待て待て待て。どこ行った危ない危ない、見失うとこだった。ライフルやっぱり構えると視野が狭くなるんで、こういう時ちょっと焦りますね。大丈夫か。ごめんね、本当怖いよね。大丈夫、ちゃんとついていきます。
大丈夫。なになに、スナイパー後ろか。ちょっと待って、この辺から撃たれてる。あそこか。大丈夫。男の子が犬に持ってかれてると、まあ、ここで鍵を使って自分で開けるという流れになっちゃうんでしょうね。敵がいる。狭い場所は銃持ち帰るの面倒いだから格闘で攻めましょう。壁はめしてやる。ガテン橋。あ、こいつがカードキーを持っていたと。ようやく手に入りました。さっきはごめんね、助けられなくて。ああ、わかった。助かったよ。カタキ。俺、あの時何も。できなくて、父ちゃんも母ちゃんもすぐ目の前にいたのに、俺隠れたまま怖くて動けなくて、でも俺、父ちゃんと母ちゃんの仇。さっきの子の敵を撃つためにも頑張りましょう。先に進むことがこれでできるようになりました。あのバリケードの解除して、まあ、先へ進めるようになったんですけど、ちょっと寄り道します。ここおもちゃの銃っていうのが拾えるんですね。プラスチックの銃、子供たちの遊び道具、まあ、おもちゃの銃なのでめちゃくちゃ威力は低いんですけど、とりあえず拾うだけ拾っときます。一応改造も可能らしいですよ。おもちゃの銃を改造した先には何があるのか、まあ、それは後々お見せできるかと思いますけど、これで先へ進めるようになりましたね。またいる。敵の声がした。意外と近くにいた。全然気づかなかった。連射できないの辛いし、当たらないな意外と。殴った方が早いか。近くの距離ならやっぱりケルベロスの方がいいですね。どこよ。上か。上から来るぞ。気をつけて。ええ、死にかけてるじゃないですか。ポーション使いましょう。ラスボスを倒す武器はおもちゃの銃。うん、おもちゃの銃縛りでやるっていうのも面白いかもしれませんけど、ここはほぼ一本道か。取り忘れたアイテムとかないですよね。おもちゃの銃取ったし、カプセルも1個2個壊せたのか。ん、まだスナイパーが残ってる。無視して進むこともできそうですけど、まあ、評価なるべくいいようにしたいのでやっときましょう。一人だけ？ちょっとぐるっと回って、もういないなっていうんであれば進みましょうか。うん、いないっぽいですね。こういうのってついなんか探したくなるんですよね。
いないならいいや。